赤フリーク・ダルムシュタット、赤フリーク・ミュンヘン DM-1 戦争終結後のミュンヘンプリーン飛行場での DM-1 赤フリーク・ダルムシュタット、赤フリーク・ミュンヘン DM-1 は1944年からドイツで設計、製造されたグライダーの実験機である。DM シリーズはダルムシュタットとミュンヘンの赤フリークによる共同研究事業であった。 計画進行中は、すべての限界は横に置かれ、70平方メートルの翼面積と計画速度が1万キロメートル毎時に達するという DM4 のような、現在でも不可能であろうと思われるものも真剣に検討された。第二次世界大戦中に、アレクサンダー・リピッシュ博士は、ラムジェットエンジンを動力とした、極地防衛戦闘機であるリピッシュ P13A を提案した。 このデルタ翼戦闘機の低速度域の操縦性と空力特性を調査するために、リピッシュは赤フリークダルムシュタットに実寸大の飛行可能なグライダーの製作を依頼し、これがダルムシュタット d 三十三となった。九百四十四年九月に赤フリークダルムシュタットの作業場が爆撃を受けると d 三十三計画はプリーンアム・キーム税にある。 赤フリークミュンヘンの作業場へと移された。プリーンでは、ダルムシュタットから来たボルフガング・ハイネマンとハンス・ザ・ヒャーが、ミュンヘンのクラウス・メッツナーとヘルマン・ネニンガーと共に、D-33 を赤フリークダルムシュタット、赤フリークミュンヘン DM1 として完成させた。ウィーン近郊ので1944年5月に、始まった本機の滑空試験の様子を映したフィルムが、残されている。 DM-1 は、交換、後半、ベークライトガン信号班を用いて、コックピットを三角形の主翼と垂直尾翼が交わる、機種の先端に置いた短座のグライダーとして製作された。DM-1 は、母機に背負われるか、栄光された状態からいらされた。1945年5月に、アメリカ軍に露革されると、DM-1 に関する作業は、アメリカ合衆国軍部のために続けられ、 パットン将軍やチャールズ・リンドバーグがこの計画を見学するためにプリーンを訪れた。同年11月初めにこれが完了すると DM-1 は木製の箱に詰められてバージニア州のラングレー飛行場へ送り出された。そこでは中により実物大風洞の中で DM-1 の空力特性の試験が実施された。ラングレーで DM-1 は大幅に改造が加えられた。 オリジナルの設計では非常に厚みのある翼型断面を使用しており、特に機種から機体全長にわたりコックピット部も形成する垂直尾翼はそうであった。高速飛行では厚みのある翼型断面は非常に高い効力を生み出すことが知られており、DM1 でこれは実証された。効力を低減することに注力して改造は進められ、 最初の変更の一つは大きな垂直尾翼を取り外してはるかに小さな垂直尾翼を通常の配置で取り付け、これに加えてロッキード P-80 シューティングスター機から通常のキャノピーを流用してきた。さらなる改造は主翼の前縁に鋭角の延長部を取り付けたことで、これは主翼上に断続的に発生する非常に大きな乱流という副産物を生み出した。 この効果の重要性は1950年代には完全に理解はされなかった。スミソニアン博物館で修復中の DM1DM1 は XP-92、X 解 -92A、X ファイ解 y、解 2Y、解 -102、解 -106 といったコンベア車のデルタ翼、戦闘機の設計に影響を与えた。試験が完了すると DM1 は退役し、 ワシントン DC のスミソニアン博物館、国立航空宇宙博物館のポールイーナーバー保管、修復施設に収蔵された、出展、DM1 ビス DM4 証言性能。ありがとうございます。